はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。宇部様、ドメスティック様、靖国太郎様、フレーゲル男爵様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動と、河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。画像提供がありました。2月11日、紀元節日ですね。午後3時頃、神田淡路町。これ、関西生コン前委員長、武見健一つったっけを勝手に応援する会、なんか黒ヘル被っちゃって、が混じっておったんですけれども、なんか主催は、パレスチナがどうのこうの、イスラエルを、どうにかしろみたいな、パヨデモだったみたいであります。あとは、紀元節反対がなんか叫んでたのかな、いう話なんですけども、こいつらがですね、こんなことやってました。日の丸にバッテン書いちゃって、振りかざんしていた。ろくでもない奴らですね。外国の国旗をですね、こんな風にするとですね、外国国章既存罪っていうのがありまして、懲役もある。のに、日の丸、こんな風にしても、お咎めなしなんですよ。無罪なんですよ。だから好き放題やれるんですよ。これ、不公平じゃないか、指摘されてから、何十年も経ってんのね。自民党が放置してます。お前ら、何十年与党やってんだと。何十年も経ってんのに、未だに変えない。放置。自民党の議員の本音は、仕事しないで給料もらいたい。先生先生と、ちやほやされたい。仕事しないで。だからこれも放置してんのかな。あとは法的根拠皆無だって最高裁で、判決が出ました外国人生活保護も放置してんのかな。会見も本気じゃないんだよね、きっとね。会見するする言って本気じゃないんだよね。会見に本気だったら公明党と手切ってるはずだもん。公明党とつるんでたら会見なんて不可能ってわかんでしょうが。だから本気じゃないんだよね。自民党議員の本音は、仕事しないで金欲しい。仕事しないで先生って呼ばれたい。仕事をすれば、なんやかんや必ずなんか言われるから、めんどくさいですね。そういうことなんじゃないか、と私は推測いたします。食用コオロギを手掛ける、クリケットファーム、負債2億4290万円で倒産。わずか3年で、長野県に工場あるみたいであります。SDGs だ、持続可能だと綺麗事言ってたが、自分らは持続不可能だったと。給食でコオロギ食わせようとしたら苦情殺到したなんて、小学校親からクレーム、苦情が殺到、食わすなっつって気持ち悪いです。そりゃそうだわね。どう考えてもキモいわな。世論です。なんでいけると思った。メディアに踊らされてバカみたい。全然持続可能じゃなくて草。SDGs で金儲け失敗。どう考えても流行らない。花から利権でいかがわした前回の SDGs。ざまあと言わざるを得ない。補助金狙いの環境ビジネスなんてこんなもん。ソーラー発電とか EV なんかも同類。電気自動車買うと補助金で安く買えんだよね。そんなことやめろって、何真っ当な商売の邪魔すんなって、政府はさ、余計なことして。政府が何にもしないければ、自動的に GDP2% 上がるんですよ。人間って、勝手に創意、工夫、改善していくから、何にもしなければ、政府が手出したりしなければ、勝手にじりじり上がっていくんだって、経済は。そういうもんなんだって。だから余計なことすんじゃねえ、自民党は。こんなことばっかりには余計なことをやってね。大事なことは放置してね。光熱費や餌の高騰でってあるが、思ったより、忌避されたんでしょうね。嫌がられたんでしょうね。コオロギパウダー。いい人ぶりたい、賢ぶりたい、地元のバカ議員が応援してたみたいなんですけれども、メディアに踊らされたバカが始めたのか、補助金狙いなのか、まあ、いずれにしてもですね、官報で毒って書いてある、特に妊婦に悪いとされてるコオロギが流行んなくてよかったですね。みんなまともでよかった。コオロギ太郎が推してた
頃はですね、妊婦に食わして日本人減らしたいんだろうかって思ってました。コオロギ太郎は、どんどん聞かせてください、新しい日本人を作るとか言ってるんで、中共のために本音ではね、日本人を減らしたいのは減らしたいんでしょうけどね、コオロギ太郎はね、まあ潰れてよかったって話ですよ。コオロギなんか今まで食われて、だってさ、ナマコとかフグとか食っちゃう日本人が今まで食ってないんだから、食えないんだよ多分。経団連徳良会長、夫婦別姓は一丁目一番地、我々としても継続的に政府に働きかけていきたい、世界でも日本だけと聞いてます。夫婦同姓がね、と発言し、ああ本当にバカなんだなと呆れられてしまいました。世論です、またこのバカか、子供のせいはどうすんだよ。徳良が言うなら相当な悪法。やりたければ共産党を応援すれば、結婚しても旧姓のまま働いてる人いっぱいいるんだわ。さすが移民推進会長だわ。お前ら経団連のせいで外国人増えすぎて治安おかしくなってんだわ。責任取れよ。外国人実習制度を欲したのは、希望したのは経団連ですかね。安い労働力使いたいっつって。議員にでもなったつもりが、そうだ、こんなこと口出すんじゃねえ、経済人が、財界が口出す問題じゃないと。スターリン、女性の家庭への忠誠を共産党と俺に向けたい、夫婦別姓を思いつきで導入しました。子供が片親と別姓になりました。母ちゃんと名字が違う、親子関係崩壊、青少年の非行が社会問題か。バスや鉄道の運行ですね、面白半分に妨害する不良グループや、路上で高齢者や女性からカツアゲが常態化、結婚の価値が低下しました、離婚激増しました、何百万人もの少女が悪い男の餌食になってですね、結婚してもすぐ離婚すりゃいいみたいなことになっちゃったね。膨大な数の私生児誕生しました、ソ連共産党やべやめます、夫婦同姓に戻しました、日本だけと聞いている、誰に聞いたんだか知らないけど、それ全くの嘘だからね。完全夫婦別姓なんて世界中でも韓国ぐらいじゃなかった、なんか金夫人の分散とかおかしなことになってんだよね韓国ね。この徳良に吹き込んだやつ、あれですかね、自分の祖国と同じように日本をしたくてこんなこと吹き込んでるんですかね。徳良が絶望的な無知で、周囲が嘘を吹き込んでこんなこと言わしてんじゃなくて、まあ悪意を持って言ってるとすればね、経団連は夫婦や家庭を崩壊させて労働者の頭数増やしたいのかな。結婚しと専業主婦になっちゃったら労働者の頭数減って労働単価上がっちゃう、奪い合いになるから、賃金を下げたい、人数多ければみんな働きたいって手を挙げたら、じゃあいくらいくらでいいねって強気になるよね。女性はですね、妊娠出産と乳児を抱えている間は無防備だし仕事できませんよね。経営側としては休ましてる間の労働力他から調達しないといけないし、産休中も無給ってわけいかないですよね。経団連の本音はですね、みんな結婚なんかすんな、出産なんかすんな、育休手当出したくないっていうのとですね、休んでる間労働者の頭数減っからやだ、少ない労働者を高い賃金で取り合いしたくないっていうのはね、外国人労働者1000万人輸入を政府に提言した前科がある経団連ですよ。経団連ですよ。バカばっか。自分のことしか考えてない。日本がめちゃくちゃになったら商売どころじゃないのに、バカな連中ですね。こんなバカな連中だから徳良みたいなのが会長でいられんだね。住友化学今株価ダダ下がり、業績悪化で、徳良お前そんなこと言ってる場合がっていう感じなんですけど、まあバカでわかんないんでしょうね。トランス女子を受け入れるか、首都圏関西圏の女子中女子校14校が検討中という産経記事に対して、コメント殺到、いや何があってからでは取り返しがつかない、学生が安全第一に過ごせることを考えてほしいなど慎重を求める声が
大半でした。よかったみんなまともで。世論です。受け入れたら偏差値ガクッと下がるだろうな。何で体が反応するか。検査だ。体は男で心は女だっていうやつにですね、女性たち、つかして見てですね、何らかの反応があったらダメだお前はって言うね。体男がトイレに部室、更衣室やシャワー室まで女子を使うのか。本当だね。どうすんだろうね。体男で心は女のレズビアンが最強。女子しかいないからその学校を選択したのに、そもそもがいう話。心女子はむしろ男子校行きたいんじゃねえの。何食わぬ顔でね、イケメン細マッチョの生着替えとか鑑賞できるしさ。体男で心が女が女子校に入学したら自分がどんな目で見られるか想像できるでしょ。なんで男がここにいんのってみんなそういう目で見るよ。体男は当然ですね、避けられ、孤立するよ。トイレ、個室、どうすんだよ。外野は差別だ、ヘイトだと騒ぐんだろうけどね。逆にですね、体女で心男は、そういう行為が不可能なんだから、入学させてもいいような気がするんですよね。間違いがあってもですね、ゆり行為にとどまるんだしね。うちは体女子校ですって言い切っちゃえばいいんだねえの。体女子しかいりません。差別商売にありつきたいですね。パヨが、なんだの、かんだの、騒ぎそうな案件ですけどね。たがりたくて。学生の親の気持ち考えろっていうのはね、自分の娘の女子校に体男がいるって心配でしょうが。学校は、親にアンケート調査しなさいよ。圧倒的多数でですね、ダメ。いや。もしもそうなったら転校させるわって回答になっからね。差別商売にありつきたい、物乞いパヨに、耳貸すな。あいつらたがりたいだけだ。差別だ、ヘイトだの言ってね。笛吹けど踊らず。メディア洗脳力の低下。バレンタインデーの義理チョコですね。女性の7割が必要ない、もう必要ないって考えていることが判明しました。世論です。お返し面倒だから。歓迎。男性もお返ししなくていいし、メーカーは困るな。言うてみんながチョコ好きってわけでもないしな。ホワイトデーとかいうガチでいらん行事。会社でかたくなに配ってるおつぼねさんいてめんどくさい。頭が昭和なのかな、まだな。そもそも菓子メーカーと電通の罠だから、いろんな洗脳が解けてほしいね。下手なお返しストですね。 SNS でさされてボロクソ言われるリスキーな世の中です。テレビの洗脳が解いてですね、今後いろんな昭和の遺物がなくなっていくと思われますけれども、クリスマスイブは恋人と過ごさないといけないとか、クリスマス用に恋人早く作んないととか、日本でしかあんなこと言ってねえから、おかしな風習だね。人権だの平和だの叫ぶ人はいい人だとか言うのも幻想だから、たがりでだけだから、金にしたいだけだから、それは浅ましい連中が人権だの平和だのを叫んでんだからね。その他のニュース、武蔵野市長、外国人住民投票条例の凍結を発表。凍結も何も、こんなもん廃案じゃねえの。これが公約だったから当然ですね。菅直人の地元、パヨの聖地、武蔵野市も、高齢左翼の自然ぶっこでですね、石化が溶けてる最中ってことでしょうかね。今後も松下玲子みたいな真っ赤で治療不可能なね、パヨ市長は、ぜひとも阻止したいもんですね。国立感染症研究所発表。この10年で、梅毒患者が10倍になっちゃった。嬉しいことじゃないですね。新規感染者の3分の1が20代女性だわということで、原因は管理されてない売春でしょうね、これね。管理されてない、つまりちゃんと避妊具使って感染予防に努めたり、月1で検査とかしない、管理されてない適当な売春でしょうね、原因は。日本のドル換算 GDP がドイツに抜かれ世界4位に転落しました。ドイツ人より明らかにうまいもの食えてからそれでいいよ。もうないんだろうが関係ないよ。世界中の誰よりも日本人はうまいもの食ってから、もういいよそれでって。旧ジャニーズが自称被害者。証拠ないからね。1000万円を提示。これが妥当かは、本人判断ですかね。なお、回数や被害状況で多少上下するみたいであります。つまり、回数が多い人は1500万とか、上下するんだって。聞き取り調査が苦痛だが、しゃあない。
って、言ってるみたいであります。経済崩壊中の中国で公務員採用試験、3万9600人の定員ですね、303万人が押し寄せる。303万人押し寄せる。何県の人口と一緒なんだろう、日本で言ったら。いい感じに狂ってんなーって思いました。メキシコからアメリカ国境に押し寄せた中国人不法移民、密入国者がたった1年で10倍になりました政治的難民じゃなくて経済的難民、まあ経済崩壊中ですからね。メキシコまでの飛行機には乗れるんだから難民じゃ全くないからね。頼むから日本には来ないでくれ。まあこのニュースからしてもね、中国金ねえ、春節で来て爆買いしてる場合じゃねえいうのがまあわかりますけれども、隠しても隠しても隠しきれないのね。こういう兆候は世界のあちこちで出てますからね。頼むから日本には押し寄せて来ないでほしいな、切に願っております。あと経団連のバカ揃い、どいつもこいつもバカが会長になるのは、なんか会長はバカじゃなくちゃいけないっていう決まりでもあんのかな、経団連はな、なんて、思います。メール登院、のご登録は動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからよろしくお願いします。あとチャンネル登録も お願いいたします。デトックスジャパン。